いや一緒に聞いてるやん。なんだかんだすごい格好つけてましたけど、実は自信ないんでしょ。図星やったやん。さすがのリックもこんだけ広いとちょっとビビってます。ただやる気はあるんでね、皆さんすいませんが最後勇気ください。せーの、頑張れ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 頑張ります。ありがとう。皆さんのお気持ちがリックに届きました。さあそれではいよいよでございます、ラストジャンプのお時間となるわけなんですが、ちょっとこちらの芸を見ていただく前にね、お集まりいただいた皆様にお願いがございます。実は我々日本の伝統芸能猿回しというのはですね、こういった皆様からの温かいご声援と薄々感づいている方もいらっしゃると思うんですが、どうか笑顔で聞いてください。皆様からのご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。あらお正月ということもあり、こんなに温かい増上寺のお客様とね、前で芸をやらせていただけるということでね、張り切ってザルを用意させていただいているわけでございますが、まあご安心ください、そんなにね大きなザルじゃございません。まあ大体こんなもんでございますから、こちらのてんこ盛りにしていただければ十分でございますんでね、何卒よろしくお願いいたします。まあただね、ほら皆さんも急にご祝儀って言われても基準がねお分かりづらいと、出すのにお困りになると思いますので、軽くご説明させていただきますと、りっくんが大好きなのは丸、まあ、いのよりも四角いのでございます。笑える方それではですね、まだ芸終わってませんからね、もう全部見ていただいた上でりっくんの頑張った分の評価、そしてお年玉ということで奮発してあげてください。よろしくお願いいたします。さあありがとうございます、ありがとうございます。さあそれでは行きましょうか。よし、泣いても笑っても最後のジャンプです。じゃあちょっとね、こちらからギリギリ助走を取ります。